なぜわしの意識が目覚める。ここはフォルセナの図書館か。しかしなぜわしの意識が、わしはすべての知識を一冊の本へと封じ込め、もはや大魔導士グラン・クロワとしての魂は世界から消えたはずなのに、なぜだ。マナの女神の気が感じられぬ。そうか、奴が目覚めおったのか。何この本、ちょっと変ね。ああ、もしやそなたらわしのことがわかるのか。ええ、本が喋った。わしの名はグラン・クロワ、かつて大魔導士と呼ばれた男だ。今世界に大きな危機が迫っておる。その名は大魔女アニス。あの大魔女アニスが復活したのだ。大魔女アニス？聞いたことないわね。マナの女神あるところに偏在する古の魔女。かつてこの世界に最悪をもたらした存在よ。奴は魔界の扉を開き、世界を滅ぼそうとしておる。その大魔女アニスに立ち向かい得る、この世に唯一の方法、それがわしの生み出した最高のクラスチェンジ、クラスフォーダだ。クラスフォーデジ？どうかクラスフォーへとクラスチェンジし、大魔女アニスを倒してはもらえんか。この世界を滅びから救うために。そのクラスフォーになるためにはどうすればいいのよ。クラスフォーへとクラスチェンジするためには、まずあるアイテムを手に入れねばならん。それは英知のオーブ、勇気のオーブ、希望のオーブ。そなたらは
不思議な星のもとに生まれておるらしいな。それぞれのクラスチェンジアイテムはどうやらそなたらに関わり深い場所や人物から手に入ることになるようだな。どうか頼む。世界を滅びから救うため、何としてもクラス4となり大魔女アニスを倒してくれ。みんなに関わりのある場所か。早速向かってみましょう。英雄王様なら勇気のオーブについて何かご存知かもしれないな。よし、早速話を聞きに行こう。おお、デュランではないか。ちょうど良いところへ帰ってきた。待っておったぞ。私を待っていた？王様、どういうことですか？今のこの世界の危機に際し、未だ世にうずもれた腕の立つ戦士を探すため剣術大会を開くことになったのだ。どうだデュラン、どれほど腕を上げたか試してみぬか。若手部門の優勝経験者の出場となれば皆の士気も上がることだろう。はい、ぜひお願いします。うん、もはや若手部門でかなう者はおるまい。デュランには本戦に出場してもらうとしよう。こいつは面白くなりやがったぜ。俺様が本戦出場の切符を手に入れた途端、宿敵のご機関とはな。おいデュラン、お前の最初の相手はこの俺様だ。せいぜい首を洗って待っていろよ。ではデュラン、試合開始まで準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。どうだ、準備は整ったか？それでは剣術大会本戦を開始する。俺様がどれほど腕を上げたかたっぷり味わうがいいぜ。覚悟しやがれよデュラン。そんな奴に負けたら承知しないわよ。試合始め。まいった、降参だ。そこまで、勝者剣士デュラン。デュランよ、さらに腕を上げたようだな。くさくさくさ、俺様だって腕を上げたはずなのに。おいデュラン、次こそはお前に一泡吹かせてやるからな。覚えてろよ。ああ、望むところだ。いつだって相手になってやるぜ。ではデュラン、次は決勝戦だ。準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。次の相手は手強いぞ。
法だ。準備は整ったか？それでは剣術大会決勝戦を開始する。え、相手がいませんけど、王様と手合わせするのではないのですか？デュランよ、この度の決勝戦、お前の参加に合わせとっておきの相手を用意しておいたぞ。剣術大会決勝戦、剣士デュランの相手は黄金の騎士ロキ。ロキって、え、父さん？そんな、父さんは死んだはずじゃ。我が息子デュランよ、お前がどれほどの剣士となったか、すべてを捨て、一人の騎士として手合わせ願う。いざ、勝負だ。父さん。ああ、わかったぜ。俺も一人の剣士として、あんたを超えてみせる。行くぜ、黄金の騎士ロキ。それでは決勝戦、始め。幼かったお前とこうして手合わせする日が来ようとはな。俺もマナの女神のお導きか。加減はなしだぜ。どれよ、十文字で。
ち。これだ。積んだようだな、デュラン。俺は本当の強さ、海も知らず、父さんに憧れるだけの子供だった。だけど今は違う。この戦い、絶対に勝ってみせる。ジャクトさん、どうだよ、十文字切り。
黄金騎士の剣、受けてみよう。この剣、見切れるか。行くぞ。黄金騎士の剣、受けてみよう。この剣、見切れる。行くぞ。黄金騎士の剣はなしだぜ。受けてみよう。どうせよ、十文字切り。そこまで。勝者、剣士デュラン。デュランよ、見事だ。もはやお前以上の剣士はこの世におるまい。父さん。心配するな。私の命はすでに失われたもの。もともとお前と手合わせした後、すぐに消える運命だった。一人の騎士として父を超えるほど成長した男の姿を見られたのだ。もう何も思い残すことはない。父さん。リチャード王子、私の勝手な願いでお手間をかけさせましたな。いや、とてもいいものを見させてもらったよ、我が友ロキ。王子、ではいずれまた。ああ、いずれまた。ディランよ、達者でな。ウェンディのことを頼んだぞ。息子の腕の中で、いや、自分が認めた剣士の腕の中でこの世を去るのも悪くないものだな。優勝者剣士デュランに優勝賞品として我がフォルセナに伝わる至宝、勇気のオーブを授ける。ありがとうございます。あれ、それってクラスチェンジアイテムでち。そうか、やっとぜ。これで俺もクラス4になれるんだな。
私に関わりのある人物といったら一人しかいないわ。さあ早速お母様の元に行ってみましょう。アンジェラ、姿を見なかったけれど、どこかへ行っていたの？お母様、英知のオーブというものに心当たりはありませんか？アンジェラ、どうしてその名を？英知のオーブは、アルテナ王室に代々受け継がれてきた秘宝。しかし、時が経つに従って魔力を失い、その効力は消えてしまいました。え、効力が消えた？それって…ええ、クラス4になることは不可能です。ただし、その魔力を取り戻す方法がたった一つだけあります。それは我が魔法王国アルテナに伝わる女王の試練を受けること。しかし、英知のオーブの魔力が失われて以来、誰一人として試練を乗り越えた者はいません。この私ですらも。お母様でも乗り越えられなかった。英知のオーブに魔力を取り戻すことは、ずっと以前に諦めています。お母様、私、やってみます。その女王の試練、私が乗り越えてみせます。アンジェラ、あなたが私でも乗り越えられなかったあの試練を。それでもやってみたいんです。私は私自身の力を試してみたいんです。いいでしょう。女王の試練は氷壁の迷宮で受けることができます。閉ざされた試練への入り口を開いておきましょう。ありがとうございます。私、必ず乗り越えてみせます。アンジェラ。はい。いい目をするようになったわね。迷いのないいい目を。あなたは間違いなく私の娘よ。はい、お母様。では行ってまいります。Thank you.
注意しろ。まだまだ時間です。まだまだ大丈夫です。シャルロット強くなりすぎちゃったデジ。敵よ気をつけて。やるわな、これで大丈夫です。まだまだね。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。また来てくれよにゃ。こんな入り口前にあったか。きっとここがお母様の開いてくれた女王の試練への入り口ね。お母様、私必ず試練を乗り越えてみせます。さあ行きましょう。それにしても一体どんな試練が待っているのかしら。わからない。でもこれだけははっきりしてるわ。何が何でも私はこの試練を乗り越えなきゃいけないってこと。本当の意味でお母様に認めてもらうためにね。この先には何もないみたいだけど。女王の試練って結局何なんだろうな。何かいるでち。皆さん注意するでちよ。あれは私。女王の試練って自分自身を乗り越えろってことなのね。いいわ、やってやる。私は私自身を、そしていつも超えたいと思っていたお母様を超えてみせる。さあ、行くわよ。ふっ、所詮は影ね。セクシーさが足りないわ。本当の私の実力、見せてあげる。よっ、えっ、よっ、それこれね。
乗り越えた証なのね。これが女王の証。さあ、みんなアルテナへ。お母様のところへ戻ろう。
その体からあふれる魔力、アンジェラ、女王の試練、見事乗り越えたのですね。さあ、英知のオーブに触れてごらんなさい。これで英知のオーブに再び魔力がよみがえりました。我がアルテナ王室に伝わる話では、大魔導士グランクロワによって生み出されたクラス4となることができるはず。アンジェラ、私はあなたの母であることを誇りに思います。お母様、誰に何を言われようとも、あなたはこのアルテナの女王を継ぐもの。胸を張っていきなさい。はい。私にはやらなければならないことがありますので、失礼いたします。ここはあなたが継ぐべき国。必ず帰ってくるのですよ、アンジェラ、私の娘。英知のオーブ、これで私もクラス4になれるのね。